どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ今日はですね、ブードゥーさんの全部押そうっていうね、そのままのタイトルですけどね、さすがブードゥークオリティですけども、というゲームダウンロードしたんでね、ちょっとやっていこうと思います。まずチュートリアルですね。なるほど、敵が多くなりすぎると押せなくなる、そして離すとピュンっていくよみたいな感じですね。 OK ですね。はいはいはい、まあまあまあ爽快感はあるね。いっぱい倒すんでね。さあそして、集めて武器を育てよう、上のサイズ、いいね、この直訳感がすごいですね。上のサイズ、いいですね上のサイズ、まあ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 、で、なんか金色のやつが溜まったらなんか怒ってドーンっていくよみたいな、そんな感じみたいですね。 OK、 おー、いきなり広告、ヘビー広告ゲームですね。このレベルに合格できるのは 1% だけです。これ広告でよくあるパターンなんですけど、ステージなんとかまでクリアできるのは全体の 20% しかいませんとかあるけど、そのステージまで飽きずにやってんのが 20% しかいねえんじゃねえか、これクソゲーなんじゃねえかみたいなね、そんなのありますけどもね。まあとりあえずダウンロードしますけどね。ギャーギャー言いながらちゃんとダウンロードはしていくスタイル。ただね、もう最近ちょっとゲームやるたびに 2,3 個ダウンロードしてしまって、アプリの数が増え続けてるので、ちょっとごめんなさい、もうこれノルマのもう1個までする、1個のゲームでダウンロードする広告は1個だけにする。だから1個ダウンロードしたからもう機内モードで、これで勘弁してください。さあ、ということで上のサイズ、いいですね。ああいいですね。あ、これはでもね、爽快、ああ、なるほど、敵に後ろから回られて当たったら今みたいにバビーンっていう押されるんですね。なるほどね。音はないですよ。このゲーム最近このね、僕があのゲーム実況やってて、あの BGM がてん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 のやつは全部音がないゲームですからね。基本的には音がないゲームを全部寂しくないように後付けで BGM つけたやつが、それってことですね。もうこれもう一切音ないんでね。おーっと、でっかい巨人が現れた。3メートル級巨人ですね。余裕っすね余裕っすね。ゾンビの数が増えたんですね。まあゾンビかどうかもよく分からんけど、でもまあ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 、ゲーム難易度的にはそんなに高くないけれども、この集めてガンってやる感じは非常に楽しいですね。あと2体残ってる、バビューン、ちょっと落としづらい。まあ自分が落ちがちなんでしょうね、ああいう残り1体とか行きそうになると。おっと、なんか新しいギミック、うわすげえすげえ、これパンチめちゃくちゃ強いじゃんこれ。あー、なるほど、面白い。さあ、まあこんな感じでギミックが増えていってくれるのであれば全然やれますね。正直、これ難易度が上がらなかったら、まあさっき巨人いたりしたんで、まだもうちょいちょっと新しい敵がいたり、そういったギミックがあったりとかすれば全然面白くなりそうな雰囲気はありますね。ただこの赤いやつらを倒していくだけであれば、ちょっともう難しさのかけらもないんで、とりあえずね、あ、数多いね、あ、数多いし、ちょっと地形変わりましたね。バビューン、いや、いいですね。まあまあこの感じはまあ爽快な感じはありますね。圧倒的に敵が弱いんで、まだこれでもクリアし、おーっと、なんかピンクが出てきましたね。ピンクちょっと足が速そうでしたね。あー、やべ、危ない、あぶねえ、お前これぞ、危ねえ、なるほど。ということで、これは5だからボス、ボス的な波3分の1って書いてありましたね。なるほど、ウェーブ的な、ウェーブあれですよね、アーチャー伝説のあのステージみたいな、そんな感じだと思われますね。とりあえず後ろに回り込まれなければ全然やられることもないので、余裕ですね。はい、 OK。 お、巨人が割といる、巨人がいるけどね、巨人がそんなに重くないんですよね。割と軽い巨人なんで、軽量級巨人ですね。ちょっと重量級巨人が後々現れてくれればありがたいですけど、ピンク早いね、ピンク早い。あ、なるほど、棒の後ろに回り込まれたらそっから剥がすの結構むずそうっすね。今ちょっとピンクがねちょっと入ってきたんで思ったんですけど、まあまあでも普通に怠慢で負けることはないですね。囲まれたりすると危ねえぞ。あ、これほんで普通に押すだけでもお掃除できますね。なるほど、 OK。 まあ大体どんなゲームか分かったので、ちょっとやり込んでいこうと思います。とりあえずですね、1回も死ぬことなく、ステージ16まで来ました。これステージ5個クリアするごとに、この地形というかね、さっきまでこうマグマのステージだったんですけども、まあビルだったりマグマだったりで、敵キャラの数が圧倒的に増えてきましたね。でこのバビューンのタイミングをちゃんと合わせて、敵がいっぱいいる方向に打ってあげる、まあそんぐらいかな。まあ
ゲームとしてはねそんなに難しくないので、今回もこれどちらかというと割と低年齢向けにですね、子供とかにやらせると楽しんでやるんじゃねえかなっていう感じのゲームだと思われますね。ちょっとねゲーム上手い人からすると、上手い人というかゲームクロートですね、クロートからするとちょっと物足りないかなっていう感じですね。敵の数は多いんですが、全然最初のねチュートリアルの時はすげえ数の、敵をねこうやって押すと押せなくなってたんですけど、全然押せるんですよね。なんかその敵の軽さが非常に軽いので、この左右にね左右にポイポイやっとけばとりあえずやられる理由が一個もないから、そんなにね、でこれも一方向にずっと行ってあげれば後ろに回り込まれることもないんで、同じところにねずっと滞在しとくと結構後ろに回り込まれたりとかはあるんですが、で後ろに回り込まれてもまだちょっと余裕あるんでね、一発でドーンと落ちたりはしないから、体力性でもないし落ちない限りは死なないので、そんな感じですね。とりあえず難しくはねえって感じですね。おい、ボスステージですね。ちょっと地形的に厳しそうか。これ囲まれがちですね。囲まれないようにするのが結構むずそうだが、端っこに自分が来ちまえば多分問題なさそうですね。はい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 。まあ。でもこれ今までの地形の中では一番ちょっと、やべえかな。ここでポニーでしょ？で、いけーい！オッケー。いやもうマジでね、金の強さが半端ないですね。一発でね 4,50 体倒せるんでね。でこれちょっと残ったらねこう矢印で教えてくれたりもするんで、さあラスト。でもなんだろうね。やべえ、回り込む。初死ですね。なるほど。こんな感じでちょっとずつ難しくなってはきてるのかな。なるほど。分かっちまえばなーってところですね。ピンクのやつにやっぱ内側に回り込まれると、何回か回り込まれてたんですけど、初めて、あそこまで押されたなってところですが、死にやすい形のステージですね。なのでこれちょっともしかするとなんですけども、ステージ進めば進むほどちゃんと難しくなってくる可能性はありますね。なのでちょっと期待ですね。やっとステージ20にして、死ぬことができたんで死ぬことができたの意味もよくわからんけど、求めてた難易度というか、ちゃんと死ぬ可能性のあるぐらいのね難しい地形になってくれてるので、ありがたいって感じですね。さあ先ほどやられた三の三ですが、ピンクにさっき回り込まれたんでね、回り込まれる位置に来てしまったのが悪い。ここだったら後ろがもう完全に海なので、絶対回り込まれないんでね。はい、もうこれでも余裕ですね。回り込まれないように戦えば、これ攻略でもどうでもいいですよね。正直そんなに攻略法を知りたいってなって動画を見てる人は多分いないと思われますね。おいパンチ。いや、これは爽快感あっていいですよね。いやー、相変わらず多いな、敵が。よし。これも左右に、とりあえずくるくる回りながら、内側に回り込ませないと。それだけ気ぃつけときゃ、とりあえず、やられる理由がねえなってところですかね。多いね。これは多いから、バビューン溜まった、ドゥイ。いいですね。これバビューンが溜まる、ボンミス死。ちょっと待って、いろいろ突っ込むところがある。勝手にポロポロ落ちてるし、俺が死んだステージと違くね。これ何？死んだらステージ変わんのか、これ。全く俺さっきやったステージじゃないもんね。謎ですね。さすがブードゥークオリティですね。これだから、つまりですよ。この、第28ステージはこういう形とか決まってないですね。なのである程度このランダム生成って感じですかね。なので、僕の動画を見てこのゲームをやってる人が必ずしも同じステージじゃないぞと、27だから同じ27のステージかつはそうでもないってことですね。っていうゲームだということは分かりましたが、ランダム生成なのでループパターンだってことですね。つまりはこのゲーム、無限にステージがあってループするよっていうのがもうすでに分かったっていう、そういう状態ですね。確かにもうすでにね、まだステージ28なんですけど、地形がね、ビルか、この下が川かっていうだけの差で、ステージ構成一緒やんけっていうのが結構ね、すでにもうありますから、そういうことですね。ループゲームだっていうのはもうよく分かりましたね。かなり敵の数が増えてきてるんで、爽快感という意味
味ではステージが進めば進むほどね、まあこんな感じで、あのバビューンの使い方ですね。あのバビューンを本当に貯めてから使う。そしてあのこの、ポインポインですね。あのポインポインが意外とね使わなくても倒せるんですね。押すだけでね、もう本当ブルーレットかっていうぐらい押すだけでも敵倒せるんで、あのこのバインバインね、あのタップから離したらあのバインってなるんですけど、もう最後押すだけとかでも全然いけるんでね。はい、とりあえず、レベル49クリアしたんで最後だな。ここクリアしたらちょっと終わろうかなと思います。正直に言おう、結構早めにあのループだなっていうのがちょっと分かってしまってたんで、あもうこの地形見たことあるわみたいな。でなんだったらもうちょっと何面かは忘れたけど、最初の頃ね、あの一番最初死んだ時だと多分思うんです、があの一番むずい地形でした。この地形は正直もう全然ボスステージとしても何も難しくないんですよ。なぜなら中央にいたらね、確かに囲まれる、危険性はあるんですけれども、だからまああえてね中央でこう戦いますけども、でくるくる回っといたらあの回り込まれてもやれるぞっていうのがもう分かったっていうね、あもういろんな対策を見つけてしまったんで、あえて今中央で戦って難しめにね、個人的にハードモードで今遊びましたけれども、それでももう全然やられることはなくなったので、まあもうこのゲーム自体をもう攻略しちゃったかなっていう感じになりましたね。ということでございまして、今日はなんだっけ、全部押そうだっけかな、そんな感じの名前のゲームやらせていただきました。まあ子供なんかがやる分にはいいと思いますが、大人がやるとね、若干ちょっと難易度の低さに退屈するかもしれないです。でも暇つぶしにはねかなりいいゲームなんじゃないかなと思いましたね。ということで、面白いと思った方、ぜひともチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。